ビワモドキアコウは、皮脂植物の解分類群で、アコウの階級に置かれるもの。ビワモドキ科を含むのが必須となっている以外、分類体系によって定義は異なる。有名なところでは、クロンキスト体系が、この分類群の名前を使っている。最近の分子系統学の研究では、このグループは多系統であることが示されている。エペジー植物分類体系では、木より、 上位の分類群は、伝統的な階級の名前を使っていないのでびわもどき、アコウの名前も登場せず、ここに含まれた分類群は新生草子用植物のバラ類や、菊類に、多系統であることを反映してバラバラになってところ、属させられている。ジェームズ・ウェル・リビール、インディシーズのミナム・スープラ・ジェネリコーラム・プランターラム、バスキュラリウム・ティ。アルファベティカル・リスティング・バイ・ゲネラ・オブ・バレドリー・パブリッシュド、 スープラジェネリックネームズ2012年8月28日閲覧ありがとうございます。